ースの時間です。ニュースキャスターのゴリラマンです。金太郎の将来の夢が判明しました。どうやらドラゴンボールの孫悟空になりたいようです。彼にはその夢を叶えるためにどうしても欲しいものがあるそうです。金太郎本人へのインタビューです。僕な、将来な、孫悟空みたいに強くなりたいね。そんでな、そのためにはトレーニングをいっぱいせなあかんねん。そうやしな、毎日毎日運転を頑張ってるね。あとな、ドラゴンボールって知ってる？ボールを7個集めたら何でも夢が叶うね。今な、僕はボール2つは飼育員からもらったね。あとドラゴンボールが5つ足りひんね。ボールな、あと5つ欲しいから飼育員に頼んでるけどあかん言われたね。でもな、元気母ちゃんに僕の誕生日プレゼントをドラゴンボールにしてなってお願い済みやね。金太郎の夢は子供らしいですね。なるほど。それで金太郎は赤色と青色のボールが大好きで誰にも取られたくないのですね。源太郎が取る時には真剣に嫌そうな顔をする金太郎です。あ、桃太郎もたまにボールを触っていますね。ニュースは以上です。また次回お会いいたしましょう。失礼します。